私の住んでいる地元の青森県は、さまざまな素晴らしい観光資源がございます。今政府では観光を地方創生の切り札として成長戦略の柱として捉えております。この取り組みをさらに加速化してより元気な、そしてより美しい青森県を PR していきたい、そのことを滝沢求めはこれからも実現してまいります。お元気そうで、いやいや私のもう身内みたいなもんで、身内の、あら、あら、全然変わりなく笑顔がよくて、父が政治家でございまして、そういう支持者の方の要望を一生懸命それを動き、そのことが地域の発展につながるという形で動かれていた。県会議員を15年経験して、そして国政の場に来ましたので、知事との連携を密にして、大体青森県の課題も県議時代の時に把握しております。今青森県の高規格道路のネットワーク、上下道路、津軽道、下北道、これしっかりと実は具体化するために汗かいてたのもね、滝さん求めさんですしね、地域に生きる人たちのためにもしっかりと今まさに求められるのは滝沢求め。お元気そうで今日買い物です。これで200円だってありがとうございます。このね、ウニは日本一のウニだから中曽根康弘総理の秘書を13年務めてまいりました。でその間で非常にいろんなさまざまな役所の人脈も作ってまいりまして、滝沢が行くと、あ、青森だなと、青森背負ってるなと。地方創生について伺います。中間段階を過ぎた今、率直に言って何が順調に進んでて、一体何がうまくいってないのか、具体的な説明をお願いいたします。委員の地元青森県においてもですね、アジアを中心にリンゴの輸出がこの5年間で2倍に増加をしましたし、それにこうする形でアジア各国からの観光客も増加をして、外国人宿泊者数は5年間でなんと6倍になっております。そういう意味におきましては、この観光は地方にとっても大きなチャンスになりつつあると。今立体観光を推進を進めております。まず新幹線の陸路、そして飛行機の空路、海の海路ですね、これらを連携することによって立体観光を進めていこうと。青森の持つ特色を生かした産業を振興していきながら、仕事を作り、人を呼び込む、そういう形の取り組みを進めていくことによって地域の活性化が図られていく。地方の再生なくして日本の成長はないと、そう考えております。